こんにちは、岩井戸聖子です。今日は先日行った台湾での購入品を紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、早速なんですが、一つ目はインスタグラムの方にももう投稿して載せてるんですけど、お洋服になります。こちらのトップスを買いました。アウトフィットスタジオっていうところに行って、で買うっていう予定はなかったんですけど、ちょっとそのお店に入っていろいろ見てたら、これだけなんかすごく、これだけってことはないかもしれないけど、私が見てたものの中ではこれがすごい安くて、安いと思って、でこのブラウンのやつと白と、あとなんか黄色と黄緑の間みたいなちょっと明るめのカラーがあって、でそのグリーンっぽい方とこのブラウンのやつ、どっちがいいと思いますかってお店の、方に聞いたら、こっちの方が似合うと思って言ってくださったので、これを、じゃあこれを買いますって言ってレジに持って行ったら、なんと割引してくださいました。ありがとうございます。で丈は結構短めなんですけど、ハイウエストのものを履いた時にちょうどインしなくていいくらいの感じで、お腹も見えることなく良かったです。はい、肌触りもすごく私の好きな感じで、ソフトですごく気に入ってます。もう何度も着てます。はい、1つ目はこのトップスでした。2つ目は、チャイナドレスの無料体験した時に立ち寄ったお店で、その映像もあったと思うんですけど、このお店です。このお店はもともと行ってみたいなと思っていたところで、デザイン&ライフプロジェクトというところで購入しました。でなんかビデオとか撮ってもいいですかって聞いたら、ハッシュタグとかつけてくれたら嬉しいですって言ってたので、皆さんD4 アジェ敵加害にお立ち寄りの際は覗いてみてください。すっごい可愛いものがたくさんありました。で私はこのお店でですね、買ったのはかわいい、これなんだかわかりますか？ストローです。これここがピンクになってて、下がちょっとこうオレンジな感じの2色になってて、ここが曲がってないパターンもあったんですけど、これを使ってみてすごく気に入ったら曲がってないパターンも買いたいなって思いました。もともと曲がってないまっすぐなタイプのストローはステンレスのものを持ってるのでいいかなと思って、こっちの曲がってる方にしたんですけど、この飲み口の部分がちょっとこう潰れてる感じがすごくおしゃれで可愛い。これをね買いました。これを2本買いました。で割れないように手持ちで持って帰ってきました。嬉しい、すごく可愛い。帰ってきて見てなかったので、今久しぶりに見て可愛いです。割れないように大事に使いたいと思います。はい、では3つ目は今もつけているこのピアスになります。ちょっと見づらいんですけど、黒とゴールドになってて、お風呂とかもつけたまま入れますっていう風におっしゃっていました。これは買う予定なかったというか、大きいピアスしか持って行ってなくって、つけたまま寝る用のものを持っていくのを忘れてしまって、で今年のその1月に開けたばっかりなので、まだその外したまま何もつけないでこう朝を迎えたことがないんですよ。なので不安で
まあもうもちろんあのたった1日や2日でね閉じちゃうってことはないと思うんですけど、不安で不安で、せっかく安定したのでああと思って、でちょっと見てみようと思って、その立ち寄ったピアス屋さんで可愛いと思って、でこういう黒っぽいものとかあの普段選ばないのでいいかなと思って、その時は一度あちょっと考えようと思ってあの買わなかったんですけど、で別の建物に入った時に全く同じお店があって、そこでも見たので、あこれはもうあの買うってことだなと思って、でもその時は用事があったので、またあの帰る途中に最初に見た店舗で買いました。はい、気に入っています。でその時あの買ってつけてからまだ他のピアスに変えてないのでずっとしています。はい、3つ目ピアスでした。そして次が最後になるんですけど、あのお土産をね、自分のものとあとはちょっとあの遠く離れているお友達に送るように買いました。私のものはこれです。ちょっともう開いていて申し訳ないすみませんっていう感じなんですけど、この乾燥梅、まあ、あの沖縄とかでも似たようなもの買えるんですけど、これをあのお酒に入れて飲むとすごく美味しくて、初めて私が台湾を訪れた時に、私小籠包好きなのでディンタイフォンの本店に行って、よし小籠包食べるぞと思って、でその頃はあの紹興酒は飲めなかったんですけど、あのせっかくだからっていうことで紹興酒を頼んで、そしたらこの梅を入れて飲むのがあのおすすめだよっていうか、あの梅を入れて飲むんだよみたいな感じで教えていただいて、その時から紹興酒にハマってというか、わーこんなに美味しいんだと思って、で今ではあの梅なしでも飲めるようになったんですけど、これ入れて飲むとすごく美味しいので、はい、これも買いました。ちょっともう食べちゃったんですけど、 もちろんそのお酒とかに入れなくてもこれだけでもあのもちろん美味しくいただけるんですけど、私用にはこれです。そしてこれは渡す用なのでちょっとさっと紹介するって感じになるんですけど、お茶をこの2種類と、ウーロン茶とあのなんとか紅茶って書いてますね、ちょっと読めないんですけど、このなんか色味がすごくいいなと思ってこれにしました。そしてあとはまあこれだけあのたくさん買ったんですけど、内容はドライピーチとドライマンゴーの2つです。なのでこのセットであのお友達にお送りしようと思っています。はい、あとはあの直接渡す用のお土産です。はい、何セットかこのお茶と一緒に購入しました。でデパートの中にこのお店が入ってました。マジトリーツマジって読むのかな。はい、で日本のものもあの結構置いてありました。なんかすごくたくさんいろいろなお茶やこういった乾燥のフルーツとかがいろんな種類あったりして、お土産にあの立ち寄るのにすごく良さそうだなっていう感じのお店でした。ということで台湾で買ってきたものの紹介は終わるんですけど、今日はなんととっても嬉しいことがあって、ちょっと見てください。じゃーん
少し前にインスタグラムの方でついにここのドーナツ食べれたよみたいなことを投稿したんですけど、アイムドーナツっていうドーナツ屋さんのドーナツなんですけど、プレーンのドーナツしか食べたことなくて、ですごくすごく種類がたくさんあったので、いつか他の、バージョンも食べてみたいなと思っていて、で上にハムが乗ってるドーナツがあるということを知って、それいつか絶対食べてみたいって、甘いドーナツももちろんですけど食べてみたいと思って、そしたら今日なんかたまたまお店の前通りかかったんですけど、ちょっとずらします、あんまり並んでいなくて、で今日はねすっごく暑いってわけでもなくて、風がすごくあって涼しかったっていうのと、雨でもなくとっても晴天っていうわけでもなくって、でそれなのになぜか人があんまり並んでなくて、ちょっとチャンスかもしれないと思って、少し並んでみようかなと思って並んで、あまりにもとてつもなくこう進みがゆっくりというか、そうなんだって思ったら、途中でまあ帰ればいいかなと思ったんですけど、並んでみようと思ったらすっと帰ってびっくりしました。これをですね、だから今日今から初めてプレーン以外のドーナツを食べるんです。はい、でちょっと私が購入したラインナップを見てください。わー嬉しいなー、美味しそう。もうここからすごくいい香りがしていて、でこれはもちろん私一人で食べるわけじゃなく、ちゃんと食べきれるだけの数を購入しています。まだまだ買いたいなって思うものあったんですけど、やっぱり食べきれないとね、もったいないので、はい、しっかり食べれる量で、もうとっても気になったものだけ厳選して買ってきました。それをちょっと今から食べたいと思います。ちょっとコーヒーも用意したので、コーヒーこっちに置いて、ちょっとこのハムとカスタードをいただきたいと思います。今日ちょっとこのために食事を控えめにしているので2つ食べたいと思います。やったわ、ついに。それではいただきます。いやー嬉しい。こういう感じ。いただきます。最高。甘いとしょっぱい、生じょっぱい感じで、でもこのねハムがもうほんと申し分ないくらいたくさん乗ってて、あ、ついちゃった。この甘いの方がいっぱいになるかなって思ったら、ちゃんとしょっぱいが全てに行き渡るようになってるのですごいです。美味しい。じゃあちょっとこっちの、これ両方私が2つともこの後食べますので、カスタードの方もいただきたいと思います。軽い。クリームがめちゃくちゃ軽いです。すごい、全然重たくない。クリームなんか普段私こういう、なんだろうな、もうこっちだけで十分甘いじゃないですか。だからこれにさらにクリームが入ってるやつとかそんなに食べないんですけど、これはもうどうしても美味しそうに見えて買ったんですけど、なんだろう、サラッとしてる、サラサラするっていう感じで、め
ちゃくちゃ美味しいです。はい、美味しい、嬉しい、買えてよかったです。念願のハムも食べれて、でちょっと食べてるだけじゃあれなので、ちょっとお話でもしたいと思います。あの皆様、なんだか気づいたらもう7月になっていて、なんと YouTube を始めて3年くらい経ちました。七夕の時に始めて3年、あっという間ですね。去年はもう気づいたら2年過ぎてたんですよ。でそれで、あっと思って、あのそのまま過ごしてたんですけど、あの7月に始めたのでもう3年経ちました。あっという間ですね。そしてあのいつも皆さん温かくて楽しくて、もう優しいコメントで溢れているので、もうすごくすごく嬉しくてですね、あの YouTube 始めた時、あのまあ、うーん、他に SNS をね、その時 Instagram とかもやっていなかったので、あの別に特に告知する場所もなく突然始めたんですけど、で最初はちょっと、まあ、実験的なところもあって、あのなるべくあの検索に引っかからないようにしてたんですよ。あの名前とかも多分最初の頃はそのあの出してなくて、漢字とかでは出してなくって、本当にあの密かに密かにやって、あのどういう人が見てくださるのかなっていうふうに思ってたんですよ。そしたらその本当に出した当日に、何人ぐらいだったかな、11人か16人か20人ぐらいの方がすぐになんか見つけて登録してくださって、あれは本当衝撃でした。あのどうやって探したのと思ってびっくりしたんですけど、そう最初はすごくあの密かにとか静かに静かに、うん、やっていて、そういう感じでやっていて、であのなんだろうな、普通最初始める時ってなんだろう、自己紹介とかするのかなとか、あのこういう理由でこういう感じで YouTube を始めたいと思いますみたいなことを話したりするのかなと思って、そういうのも何度かこれまでも撮ったことがあったんですよ。あの YouTube 始めた理由、まあ理由というか、こういう気持ちで YouTube 始めましたみたいなのを撮ったことがあったんですけど、どうしてもなんかその一つのビデオとして出すには、なんか自分の中でうーんっていうところがあって、あ、なんかすごい、ま、真面目な感じになってるのでちょっと食べます。あの軽い感じで聞いてほしいのではい、すごい、ずっと美味しいです。すごい、これはすごいことです。はい、それで続きなんですけど、あ、なんだったっけ、どこまで、え、そう、あの最初のうちはそう静かにというか、あのそういう風にやっていて、で皆さん気づいてくれた方がいらっしゃって、すごく嬉しかったとともに驚きがすごく大きかったのを覚えています。それであの始めた理由なんですけど、もともと YouTube 見るのがすごく好きで、あ、なんかいいな、楽しそうだなって思ってたっていうところはあるんですけど、もちろんそんな簡単なことじゃないっていうのを思ってたので、あの挑戦してみたいなとは思ったことはなかったんですよ。ただ楽しく見ていて、じゃあなんであの始めたかっていうと、あの何ですかね、なんだろう、ここからが難しいんですよ、伝えるのが。あの一時期すごくあの
ネットフリックスと YouTube だけがお友達みたいな時期があって、っていうとその実際の私が仲良くさせてもらってるお友達がえって感じだと思うんですけど、そういう意味じゃなくて本当に YouTube と Netflix だけで生活してるみたいな時があって、その時にすごく楽しいチャンネルとか元気のチャンネルとか、あとなんかまあ非日常の作品とかそういうものにすごく救われた部分があったので、何か自分もねこういう風に、特に私のあのチャンネルって何かをするとかそういうようなことではないですけど、見てくださる方とかいるのかなと思って、でまあでもやっとりとりあえずやってみよう、とにかくやってみよう、それであのもし何かねそういうまあちょっとしたその日常の中で、あ更新されてるみたいな感じのちょっとしたハッピーみたいな、方がもしいらっしゃったら嬉しいのかなっていうような、ただそれだけのそう気持ちで始めたので、特に何か大きな理由とか、大きな目標とかそういうのはないんですけど、なのでもうずっとこういう感じなんですけど、はい、そんな感じで自分らしくというかさせてもらっています。なのでなんかこう私が YouTube を始めた理由話したいと思いますみたいなのはちょっとテンションが違うかなっていうふうに思って、はい、なのでまあそんな感じですということで、本当にね皆さんいつもいつも嬉しい気持ちになる お言葉をありがとうございますということで、特に3年経ったよみたいなことは、してないんですけど、でもこれがまあご褒美かなっていうように思います。はい、では私はこの続きを楽しみたいと思いますので、今回も皆さん最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次のビデオでお会いする時までどうかお元気でいてください。ということでありがとうございました。岩井戸聖子でした。バイバーイ。